パスペシャル、うん、再会横田めぐみさんの願いから福田麻衣子さんです。こんにちは。ねえ、大変な大役でしたね。まずこれは、はい、どんなドラマなんですか。これはあの、うん、横田めぐみさんが拉致されてしまった、うん、前と後が中心になってるんですけど、うん、拉致されてめぐみさんがどんな思いだったかとかすごく細かく描かれて、このドラマの中であなたは何の役をやってるの。私はめぐみさんの幼少時代をやらせていただきました。重要な役もあるですよね。一体何が起きたのか、拉致家族の問題ね、これは忘れちゃいけないし風化させちゃいけませんけども、今夜のね彼女の出てるドラマを見ていただければね、幸せに生まれて小学生になって、それが一体どういう運命をたどるのか、ぜひどうぞご覧ください、ね、やってみてどうです。やっぱりドラマ難しかったですか。あの、私こういう実話というのが初めてだったのってのもあって、うん、すごくやっぱプレッシャーで、プレッシャーかかった。でもやっぱり頑張んなきゃ、みんなにちゃんと伝わればいいなと思って、ね、今何年生あなたは。今小学校6年生です。小学校6年生ってこれだけしっかりした意見を言うんですか。ねえ、再会横田めぐみさんの願い、今夜9時でございます。ぜひご覧ください。